こんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月の12日、17時15分、ちょっと外の天気さっき撮影しておきますね。こういうもうどんよりした状態、今日もともとの天気予報では15時ぐらいから晴れてくるような予報だったんですけども、コンピューターがどういうふうな形で予報を出しているのか、僕を軸にね、天気が決まってるっていう部分はあるんですけども、もう今日も東京、だいぶ天気悪いでしょ。で、風が強いっていう部分でね、かこちゃんが25歳から26歳、27歳、28歳、もうこう取られよう。いい、淡井圭介の方が目上だから。29歳、もうこのスタンスで行く。怪しいとこ見つかった。その年齢別のね、誕生日っていうところを確認して、昨年の26日の誕生日、着物姿。で、そこでね、ちゃんと昨年の動画なんだなっていう安心した部分はありました。だけども、その2年前の2022年の、髪の毛が長い時の、青い服を着ている状態、港川で僕とすれ違いませんでしたっけ？東山高校の近くですね。で、複数の人間と来てませんでしたっけ？で、これ名前書いて坂グループとして出てませんか？これでも僕は敬語じゃなきゃならない？どういうことこれ？やっぱり最初、本当のことから話しなかったら、僕もね、もしそれで、作グループとか歌手としてテレビ出ない、踊っていないっていうことだったら、こちらすいません、その件に関してはっていうことになりますけども、だけども、もしテレビ出て踊って歌っていたっていうことだったら、これも、許せることと許せないことがある。だからそれは謝罪してもらわなきゃなんない。そこは一つ一つ、けじめつけてもらわなかったら、これは無理だ。世の中の統治が、本当に。全員ただの遊びになってるじゃない。しかもお金はいながらの。っていうことになります。で、その、権力を使って、淡井圭介が敬語を使わなかったら顔を取れる。これもう無茶苦茶ですね。だからその辺のところ、佳子さまとお会いして、まず、坂グループとしてテレビ出たか出てないか。だから、もともとの経緯辿ってみると、大学生の頃ダンス部に入ってたとか、そういうことでしょう。踊るっていうのは、大好きな人の前だけ。それでお金儲けしようとしたらダメ。本当の恋愛の中では。踊るっていうことは、その人に対して、特にスカートね。スカートの中は見える見えないがあるから。ズボンを履いて踊るんだったらまだわかる。もうスラックスとか他の名称どうでもいい。ズボンはズボン。長ズボン。だからそれがあるから、男性は真面目に来た男性は萎える。その偽名を使ってテレビに出ていたっていうことだけでも萎えるし、もう今、その正直ね、その今までの経緯全部話しました。1956年売春防止法の話からね。だから政府上層部、警察官、検察庁、で、裁判官、めちゃくちゃな人間が山ほどいた。たくさんいたと。ものすごい数いたと。そこからの正常な社会へ、変えていく状況の中で、上の方の人間の方がそういう人間が多かったと。これは社会の実態。で、淡井圭介が本当のことを言おうとしたら、隠蔽を繰り返していたと。だから世間に動画を公開するしかなかった。だからこうした人間が絶対テレビ出たらダメだったんです。テレビ出るっていうのは名前を変えてテレビに出て遊びみたいに出るって。それだったら出れません。それだったら出れませんって報道聖書の人間言ってたら、淡井圭介のことじゃない。淡井圭介がテレビに出て本当のこと、今までテレビ局の人間がしてきたこと、今までの家計うんぬんとか、名前を変えてきたこととか、議員のしてきたことを全て世間に公開する。それができなかったら滅ぶ。
なんかこそ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 してるなって思ってましたけども、だから、どうなんですかね、カッコー様のルールどうなってます？私と同じですか？淡いケースけど同じルールにしといてくださいよ。それしないから、テレビ局の場合だと何らかの何か身勝手な内容が与えられてるんでしょう。そうじゃなかったら、自分たちでフェイクニュース読んでたら、自分たちで顔すぐにボロボロになる。体も胸も大きくなってしない。本当の法律だったら。一回それがバレて、28歳の誕生日の頃の顔がほっぺたパンパンになってませんでした。僕からほっぺたの肉取って。そういうのは話整合性合うんですよ。順番でいくと。27歳の頃、2022年。で、2023年。だ芸能人も一緒にその、坂グループとして一緒にいた人間なのか、何なのかわからないですけども。もう、こうしたこと言ってるんだと思いますよ。向こうも嘘使ってるからって。潰れるとか胸が潰れるっていうのは自分のしてきたことだから、それ自分は持っておかなきゃならない。それはカホ様のこと。カホ様の声で胸が潰れるっていう声が聞こえてきてるけども、それはそう。してきたんであればね。騙しすぎ、国民を。やりすぎやわ。その2年前の髪型は見覚えがある。もうエネルギーの残存量問題ちょっと区切りつけましょう。で、早く早々に僕と会って話をして、本当のことを話聞かせてください。それができない限り、あなたは真面目な人間、浮気する人間としか、真面目な人間と多分結婚することはできない。で、多分、君は、カコちゃんは、真面目な話、本当の話、今まで自分のしてきたことっていうのをしっかりと話できないんであれば、浮気者としか結婚できない。で、あの日も結局そう。浮気してるのバレと。で、最後死んだことにして逃げた。で、どこかからお金の供給がある。むちゃくちゃ。だから世界中、もともと王室とかがその縮小傾向にあったりするのは、そういうふうな傾向があったからですよ。いや、だから本当に調べた方がいい。もうテレビ出る人間、偽名使ってる人間多すぎんのよ。で、一般人の人に向けて言ってる。で、どこの誰が見てるかわからないけれども、そう簡単に敬語を使うっていうのは危険、本当は。相手を敬う言葉だから、敬っていい行動をしてる人間とそうじゃない人間と2種類存在する。それは間違えたメッセージになる。いなくなる。世の中をまともにできる人間が。結婚希望相手は佳子様に固定。ただし、淡井圭介の横とかを通り過ぎたら、顔のこともそうですけどね。そういう呪いとかを。それはもう佳子様を持ってください。そこまでしなかったら話し合う覚悟すら持てないでしょう。それはやっぱりダーティーだわ。で、それじゃ良い世の中は絶対作れない。人間みんなそんな言い方してたらどうです？自分が逆の立場から見て。ね、アイドル、スマップ、全員ベッドシーンあり。嵐もほとんどの人間はそう。V6 もそう。彼らの親、どうなの？元議員？それとも大きな大企業？それとも元々芸能界の親？結局、実力社会、実力社会って言われていたのは、そういう嘘を言う世界だとか、偽名のこともそうだけども、その、エロを売ってね、金稼ぎするっていう部分とかね、男性の、心を踏みにじるようなね、形、平気で。だから、僕とのその結婚話の、その、僕の心の声に関して、それが証拠として出ないからといって、どこまで裁判所で通用するのかわからないんですよ、心の声だから。だから、それに安心して、悪いことをし放題なんだったとするのであれば、それも君が悪い。
だからまずはしっかりと区切りをつけること、どの程度のことをしてきたかもかって、それ聞かんかったら、そのカボちゃんがね、他の男性と肉体関係があるだとか、極端な話言うと、それは一人や二人ではなかったとか、そういうことだったら、それはやっぱり僕も、話180度変わってくるじゃないですか。物事の見方ね。違うとまだ僕は思ってますよ。そういう人間じゃないと。じゃないっていう人だと。けど分からない。手話の動きもはっきり言って見ていて分かります。字幕の内容と。動きと字幕の意味が一致してない。昔もその話でしたね。だからあんまり細かいところまで手話では伝えることができない。電波を利用して脳へのアクセスをしようとしてるんだったらそれは大きな間違い。それは声に出して言った方がいいのと、指で指さして字を指さして、受け答えする方法の方が良い。相手に誤解を与える。その文字の、受け答えの方がはっきりする。手話いらない。実は今日、まあ、アップロードしてる動画で、その警察の方に、通報として、まあ、それは間違えてたんですけども、こちらは。だけども、そこで、喋ってる時に、一般人にも逮捕捜査権があるって言ったんですよ。それ言ってから、以前も同じ。そこまでもう記憶を取り戻した。以前送った SD カードでもそれ言ってる。警察にそれ言ってから、それともその動画を世間に公開してから、判別がつくようになってる。その記憶は戻ってくる。っていうことは科学の力で電波での脳へのアクセスによって自分たちのしてきたまずいことっていうものを封印しようとしていた。だやっぱりそれがこの国の実態だっていうことになります。だから心ある行動をしているのかどうかっていうのを僕に対して佳子さまが心ある行動をしているかどうかで物事を僕は判断します。行動ですよ。言葉じゃないです。愚痴先だけだったら何度でも言える。で、その辺の話を SD カードで送って、それで芸能界から抜けたんでしたっけ？じゃあ芸能界から抜けたんだったら、今仕事何されてます？本当の仕事。どうでも、なるほど点とかどうでもいい話ばっかりだから、あんなこと民間人がしていったらいい話、自然と裁縫用具の針が売れるかどうかだから、見に行く必要はまずない。工芸店も同じ。そう、だから赤十字の話までこの間言いましたけども、それ覚えてます？全部いらない。むしろ邪魔。まともな社会を作るときにね。その身勝手さが、その、やっぱり高級を得て、それで人を助けたりするんだったら、それはまともな、心が出来上がると思いますよ。それプラスさらに国からの税金混じりで、ねえ、その、だから変な写真集出してるのか出してないのか。それは芸名、どういうふうな名前で出ていたのかどうかとか、それは聞きます。佳子さんに会った時にね。結婚希望相手は佳子さんのままです。あとは性的関係のあった男性がいたのかどうか。だから芸能界全員同じようなことをしていて、大体議員の、娘とか、孫とか。ちょっと前にアナウンサーでいた宮沢友っていう人間は、宮沢喜一さんの、お孫さんでしょ？もしかしたら娘さんだとしたら年齢差がありすぎる。隠し子？いや、だから、その、河合圭介のこの、その、しっかりと本当のこと、裁判所では真実が全てだから、その真実だけを、素直に言える人間じゃなかったら無理だから。で、海外からも何か情報を提供してほしい。
佳子さまがどこそこグループの誰々だったと、だとか。で、それでこちらも調べますから。そうじゃなかったら、本当に共犯があるかもしれない。佳子さんも。それは信じたくないけども、佳子さんもテレビの前だから、顔が綺麗になった時は気分良くなって、何でも嘘が言える状態になったのか。いやもう僕も何回もだがその記憶まで戻ってきたから、また隠蔽で精神病院入れてる可能性がある。だそれ一回見破ったのは2022年なんですよ。ホームページの YouTube に、記載してます。だから淡井圭介に会いに来た人間が淡井圭介と話し合いをする、ちょっと喋ったらそれ話し合いじゃない、何かの結論を出さなきゃなんないから。その内容までたどり着いてない人間は顔とか睡眠時間を僕に渡さなきゃならない。今までその逆のことをしてきたんだから、あなたたちはこのルールで通すしかない。そうじゃなかったら言うのか無理。本当に僕は下僕奴隷で、一方的に頭の中を使われる、その世界から逃げ出せなくなった。今は頭の中取られてる。頭の話をしたのに、頭の中。だから逆のルールを誰か使ってる。裁判所は真実が全てだから、本当のことを言ってる人間は、それでしっかりと自分の状態を保持する、できる状態にならなきゃならない。これは人間として普通。だから、文人様からも、佳子様は子供の頃から合わせて、文人様から、君なら、佳子や眞子が間違えてる時は叱ってくれたらいいからっていうことを言ってくれてる。それは、淡井圭介と結婚話、うんぬんしてきて、テレビに出た人間で、淡井圭介を利用していたっていう形の人間に対して、僕は叱れたことがあったから。叱る立場で、要するに怒って叱るですよ。それでいいんです。それで僕の顔が潰れたりすること自体おかしいんです。今までの内容経緯が大事だから、それで僕は顔を取り返さなきゃならない。正当防衛。民法第720条。だから藤原紀香さんに対してそれができていた。それは僕が20歳ぐらいの頃かどうかは分かんない。ただそれぐらいの年に山口智子さんとか、その人も昔子供頃やってる。で、フルーツラーパークの検査中だったのかな。そこへ一回車に乗せられて連れて行かれてる。で、その時は眠れなくされていた。だテレビに向かって何か喋らされたのかもしれない。だこれは貴重な大きな真実の一つであって、佳子様はもう今テレビに出てる場合じゃない。淡井圭介と会ってとにかく話し合い。本当のことを言うこと。で、これをずっと引き延ばしにしておくっていうことは、佳子様が淡井圭介の結婚を、潰していたっていうメンバーの中の一人になります。他の結婚話でテレビに出た人間も全員同じですよ。これが本当の話。淡井圭介言っておきます。少数に対し、少数の人間が多数の人間に対して勝った時の流れを使用します。淡井圭介はそれ実際実現できてます。実現したことない人間はその流れは使用できません。これがなかったら多分無理。だから成人様はどういう考えでいらっしゃるのかっていうところ法律名出しましたよ。法律側の人間だったらどうするべきか。自分たちが今までどういうふうなことを言っていたか。誰に任せていたか。成人様が淡井圭介に芸能界のことを任せるって言ったんですよ。君ならきっと乗り越えられるからって。これ乗り越えなきゃならない、これ、成人様へのメッセージもありますけど、これ乗り越えなきゃならない壁は大きすぎますよ。僕、ただの一般人ですよ。だから公務員になったらなったら多分無理だと思う。公務員の上に誰かがついてきて、皇室に対してとか、そういうような形で話簡単に、言いなりにさせられるから。じゃあその状態を作られたら、ずっとこの世界は平行線をたどる。これ無理だ、本当に。もうこの本当の話を広げるしかない。で、今後、悠仁様を巻き込まないこと。絶対テレビに出しちゃダメ。
芸能人として名前変えて出るんだったら秋篠宮悠仁として正々堂々テレビに出ること、以前も昔言いました。僕はその形崩したら無理ですね、この世の中。今外から噛んできてる大バカな男はいますけど、一応撮影しておこっかな。ああと思った、何が浅いよ。どうでこれ真面目に話しようとしないわけですね。淡井圭介、まあ童貞の人間で何でも本当のことを話していて、今までどれだけ大きな被害を被っていて、そのことに対して僕は以前問うた、その涙を流したことがあるのかっていうこと、だから自分たちのしてきたことに対して大きな罪を感じてるのかどうか、これは何をしてよくて何をして悪いのかっていうことをしっかりと理解すること。なんか坂グループとかに関しても AKB とかああいうふうなグループに関しても、僕は中に短パンを履きなさいって言ってた。守ったのか守ってなかったのか、守ってない時もあるって他の人間は自供してる。だからその方向性だったらまあいろいろ詳しく調べた方が良さそうですね。だからそれはもうマスコミの方でも本当のことは秋篠宮佳子様がね、その坂グループとか偽名使って出ていたのかどうか、芸能界のその変な不分率もともとないですよ。嘘で稼げる世界だから、どれだけ嘘を言ってもいいとか、社会めちゃくちゃにしてもいいとか、そんな権限誰もありませんから、ありません、誰にもいませんね。もう一回天気見せときましょうか。そこになりますよ、さっきよりちょっとマシ、本当のこと言ったから。だからもうルール法律で、国連が動いているから、だから何でも自分から本当のこと言って白状した方がいい。それで胸の中がすっきりする。で天気も、まあ良い方向に持っていけます。もう気温なんかもご覧の通りですよ。もう3月中旬なのにもうこんな寒い、冷たい。僕は冷たいんじゃなくて集団で冷たいことをしてしまってるんですよ。結局天皇家もそう、助ける助けるって言って助けない、国会議員の人たちも助ける助けるって言って助けない、テレビ局も助ける助けるって言って助けない、形としては阪神淡路大震災の被災者は未だに助けてないなんです。で何をしたかって言ったら、せっせせっせと自分たちのしたいこと、金稼ぎをしていたっていうことになってしまう、形式的に。だから早く弁護士をつけて助けてあげること、これそれができた人から構成できた人、淡井圭介と、まあ、深い関わり合いを持ってきた人たち、これも男性も含まれます、結局はね。なんかグレイの皆さんにも弁護士つけてもらえませんかっていうことを言ってるんですよ。だ正直グレイの皆さんもある程度裁判はしたことあるみたいですから、正直ねその裁判でどっからどこまでの件っていうところあると思うんですよ。それそんなの上の方だったら多分棄却してくるって、行政訴訟法で総理の権限で一方的に棄却 できるんですよ。だから皇室を守るためは皇室を守るためなんじゃなくて、その裁判をしないことによって皇室を滅ぼしてしまうんですよ。これは岸田さんへのメッセージです。何回も同じこと言いますよ。以前は SD カードということで隠蔽した。だけども、だから今この間の今日のインターネット記事では未来の時間軸から淡井圭介が次何を言ってくるかっていうことを想定して記事を作ってる人間とか、以前言った内容とかに対して記事を作ってた人間が今度菅さんのせいにしてる。菅さんに次もう一回総理しませんかっていうことを別の人間誰それが言ったとか、そういうふうなインターネット記事、以前も流れてた同じ記事、それ日付変えてるだけ。でも警察官の人もこの話聞いておいた方がいい。日本中の全警察官と裁判官、とにかく淡井圭介を助けるの方向で全員足並み揃えなかったら無理。そうじゃなかったらエネルギーの残存量問題解決できなくて世の中滅びます。以上です。というわけでね、佳子ちゃんちゃんと、今までのことをしっかりと、説明する気になるんであればね、この辺り来てください。淡井圭介に対して何の説明もなかった、
今の芸能界のこととかね、どうだったかっていう、それ一言も説明ないんだったら来ないでください。ただし結婚希望相手は過去様です。これは皇室の人を信じてるからです。で、何かあったんだとしたら誰それにどう言われたのっていうことを僕は聞きます。社会出たての二十歳そこそこの人間なんかみんな騙される。テレビの放送があの状態だったら何でもありにしか見えない。これもうずっと被害者が出る。性被害者もそう、金銭的な大きな何百万という金銭的な被害もそう、大きなお金を手にして、給与をもらってる人たちはその何百万という損失がものすごい何年分にも相当する損失だっていうことを理解できてない。で、結婚話もそう、何十年も結局損失してる。私はね、そのことについて、お金という形で、金銭という形で、償うぐらいしかも形がない。もしくは顔を作ったりとかね。だからもう今睡眠時間オーバー法、これもうなしだ、なしにしないと。それ刑法でも当てはまるから。集団暴行第何条とかもいらない。そんなコンピューター作っちゃダメ。そんなこと言い始めた裁判官が私のこの件で頭を取ろうと、もう取られてるから、その裁判官とか頭をなんか取らなきゃなんない。その瞬間、言った瞬間から。で、返しちゃダメ。自分が間違えていましたっていう内容を郵送してくること、自分のお金で。上田裁判官、神戸地裁の。それができて、物事が初めてスタート。まずその裁判官が被告人に立つこと。別の裁判官で淡井圭介の言ってる内容は正しいと認められる人だけが昨年提出したホームページ淡井圭介の履歴の300番台に、第470号ということで、出てます。裁判番号とかね、それだけじゃ足らないですよ、書類。そこにある程度まだ追加で出したものとか、あと調停で出したものとかがあります。あと僕の動画とか3月からアップロードしてる内容とかを全て見たときにね、あ、これ本当にその方向で進むしかないなっていうことがよくわかります。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。